met you in the morning, summertime. The skies were warm and golden, mid-July. I dove into the blue in her eyes. あなたと今溢れる恋心に色をつけて大切に胸にしまう私たちの恋色。ハロペコ、今日はですね、栃木県足利市八幡町にあるともしびさんにやってきました。外観からわかるおしゃれ感がたまりません。駐車場のところに自動販売機があるんですけども、この自動販売機のジュースは持ち込みが OK らしいですよ。店内に入ってすぐ食券制のスタイルです。ともしびさんのこの文字、かわいいですね。大学生まで替え玉一杯無料らしいです。韓国鍋タッカンマリの逆襲。ネーミングセンスも抜群。特選担々麺半ライス付き、これ注文します。あとは鶏塩ラーメン、こちらいきましょう。店内に入ってもとってもおしゃれです。店内の歌もめっちゃおしゃれ。おしぼりまでおしゃれ。まずこちら。手作り和牛ローストビーフ丼ハーフ350円です。ローストビーフ丼って美味しいよね。それではお肉はどうかな？お肉は小さく切られておりまして、とても食べやすいサイズです。牛の甘みをとても感じて、ステーキソースがこれまた合いますね。ご飯の上には海苔とネギが乗っかっています。うまげ。やっぱりこのタレがかかったご飯、これ間違いないですね。ローストビーフ丼に海苔の感じも合いますね。これはめっちゃ美味しい。隣に何かついてますね。これは何かな？少し黄色っぽいなと思ったんですけども、わさびでした。さっぱりいただけるよ。次はこちら。ゆで餃子380円です。やはり見た目からも美しさが出てますよね。こちらのゆで餃子は特製のラー油がかかってるということなので、このまま召し上がれるような餃子です。餃子の大きさは一般的なサイズな感じですね。ともしびさんは焼き餃子じゃなくゆで餃子しかなかったです。餃子のあんはあまりニンニクが効いていなくて、女性でも食べやすい味付けになっています。特製のラー油も美味しい。これ一口チャレンジ。ギリギリできましたね。やっぱり一口で食べる餃子はうまい。俺はこちら鶏塩ラーメン900円です。ともしびさんはメニューによってこんな感じでラーメンスープと具が分かれているようなラーメンです。具材の方には鶏チャーシュー、貝割れ、パプリカ、メンマ、豚チャーシュー、薬味が乗っていますね。かなりおしゃれなラーメンです。うまげ。俺が乗せるとナンセンスなんだよな。こんな感じで MO 特製鶏塩ラーメンの出来上がり。スープはどうかな？見た目はかなりあっさりしていそうなスープですね。油はちょい多めな感じです。ともしびさんのこだわりのスープとして、青森県産の桜姫の手羽中とガランをメインで出汁を取った淡麗系スープということです。鶏塩ラーメンには細麺が合うと店員さんに言われ、細麺にしてみました。ともしびさんの麺は栃木県で有名な中澤製麺さんの麺だそうです。こちらの細麺ストレートは 130g だそうです。香り高い麺がめっちゃ美味しい。鶏塩よく絡んでます。メンマはびっくりしましたね。穂先メンマの進化系みたいなやつです。柔らかい食感とコシのある食感が抜群のメンマです。このチャーシュー味付けされててうまい。鶏チャーシューはしっとりいただけるチャーシューです。具材も一つ一つ凝っていて麺がはかどりますね。こりゃ美味しいわ。相方はこちら特選担々麺1100円です。特選というとやっぱり全部のせみたいな感じなんですかね。彩り豊かな担々麺です。うまげ。まず担々麺のスープはどうかな。かなり濃厚なスープです。ごまの香りもいいですね。濃厚な担々麺スープは好きです。辛さはほとんどなく食べやすい。ごまの風味を感じる。担々麺の方の麺のおすすめは太麺ということで、今回は太麺にしています。細麺から比べると2倍以上ぐらいの太さがありますね。担々麺の上に乗っているピーナッツやごま、ひき肉が絡んで麺はもちもち食感。太麺になると 150g の麺だそうです。口で感じるもちもち感が半端じゃない。これ美味しい。やはり中澤製麺さんの麺ということで、かなりレベルは高いです。担々麺の丼にはピーナッツかな、黒ごま、メンマ、貝割れ、ひき肉、ネギ、味玉、パプリカ、メンマ、海苔。ともしびさんの煮卵は昆布と干し椎茸を含め合わせ調味料に2日漬けているそうですよ。それでは特製ご飯を作っていきます。俺の好きなアナーケレンゲ。これでひき肉一つも逃さないで食べれるんですよね。これはもう最高です。完成しました。いかがですか。題してともしびフィーチャリング MO チャンネルです。1100円で半ライスがついてきちゃえば、これは絶対やりますよね。というかこのためのご飯ですもんね。ご飯のサイズはミニで食べやすくて、担々麺の丼の中は全てご飯のおかずになってしまいます。これが最強の味玉。美味しい。卵でご飯何杯いけるか。煮卵トッピングすりゃよかったな。最後の一つまでひき肉を逃さない、この穴あけレンゲは最強だ。左が太麺、右が細麺の麺です。どちらが好みかな。チラシ貼っていただきました。ありがとうございます。すべてごちそうさまでした。私、栃木県、群馬県で飲食店の紹介をしている MO チャンネルです。本日のともしびさん。おしゃれな外観におしゃれな店内、おしゃれなラーメンにおしゃれなご飯、そしておしゃれな店員さんがいる。おしゃれなラーメン屋さんは何を食べても美味しく、繊細なラーメンでした。お昼時は混雑が予想されます。時間をずらすことをお勧めします。裁縫確定。本日はごちそうさまでした。ちりばめられたピー